エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、我が家の炊飯器がですね、蓋を開けるところのボタン壊れまして、まあなかなか困りました。ツイッターの方でちょっとわーってなってたので、まあ、そちらの方も見てもらうとわかるかなと思います。エルカチャンネル、はい、こちらの炊飯器見てください。これが壊れてるんですよ。どうしようもない。で、開かないように上に物乗せてます。ほら、もうダメだもんさっきご飯炊いてたらいきなり蓋がパカって開いたんで、え、なんでと思ったらこれ壊れてました。エルカチャンネル、今俺がですね使っている炊飯器と同じやつがですね、ツイッターで上がってまして、トマウさんっていう方が上げられてたんですよ。まんま一緒です。で、こちらがですね4万7000リツイート20万1000いいねがついてるんですけど、他の人たちもなってるみたいなんですよ。ほらこちらの人も、あ、ほら、あの、俺と一緒ですよ。上に物を置いている。っていうか、もうバネがない。あ、こちらの方も、ほら、上何か置いてますね。そしたらですね、シャープからなんか、返信が来たみたいですよ。ご迷惑おかけして申し訳ありません。昭和の漫画みたいで重ねてお詫び申し上げます。もしよろしければこちらのページ、最寄りのサービス拠点へお問い合わせいただけますと、修理の可否だけでもお調べできると思いますと。っていう連絡が来てるんですけど、可愛いのでもうしばらくこのまま使いますと。可愛いっすかね実際問題が起きてるのでどうしようかなと思うんですけど、上がってる声ほら、あの、可愛いねっていうのが多くて、とどめこれですよルパン三世いやー、ネタにはなるんですけどねどうしたもんですかね。まあ、修理するってほどでも俺もないし、買い替えるまででもないんですけどね。やっぱ、同じやつがですね、多いですね。これ違うか。これもちょっと違うけど面白いですね。あ、紐。ああ。あすごいということで、結構ですね、こうやって上がってるんですよ。びっくりでした。自分だけかななんて思ってたからですね。エルカチャンネル、はい、どうだったでしょうか。いっぱい上がってましたね。自分だけだと思ってたんで、みんな同じですねご苦労さんって書いてあったやつ、あれちょっと良かったですねまあやられたって感じがするんですけど、こう憎めない面白いですということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。